日本近畿地方兵庫県、神崎郡上川町上川町は、兵庫県神崎郡の町である、中張間県民センター管轄区域。2005年11月7日に、同郡神崎町と大川地町が合併して、誕生した。上川町は、兵庫県のほぼ中央に位置し、面積は202.23平方キロメートル。山林が約8割を占めており、船長が、 峰、千家盆、赤月張山などの1000メートル級の山々に囲まれている。峰山、土盆高原は関西地方でも有数の高原地帯となっている。集落は小田原川、市川、落ち川、犬見川といった河川沿いの狭い谷底平野に点在している。上川町役場付近の標高は150メートル。 姫路市への通勤率は17.5%、福崎町への通勤率は10.3%である。立地企業平成22年国勢調査では、兵庫県の市町の中で最も人口が少ない。前回調査からの人口増減を見ると、5.97%減の12,296人であり、増減率は県下41市町村中36位。 49、行政区域中44位。2014年5月8日に日本創生会議、人口減少問題検討分科会が発表した2040年、人口推計結果で20歳から39歳までの若年女性の減少率が2010年比で61.7%となり、消滅可能性都市の一つとされた。幼稚園小学校。 中学校高等学校廃校寺前駅と、峰高原峰山高原大立福本陣屋と2位の水車の里熊の神髄。ありがとうございます。